ようこそ。ようこそ。ようこそ。
様に勝つ気でいるのか？面白い冗談だ。やろうってのか？ただものじゃなさそうだな。お助け、うるせえ、こっちも戦ってるんだ。なんだこいつは、一体どれだけの戦闘力があるんだ。Oh!
強さだとは思わなかったぞ。まあ、私に間違いはしても許さんぞ。ただ者ではないよ。私に勝てると思うな。この力、フリーザ様以上だというのか。この俺は、ゲニュー特戦隊隊長、ゲニュー様だ。おい、ジス、遊びすぎだぞ。お前こそ、もっと真面目にやってもいいんだぜ。驚くのはまだ早い。この体の戦闘力は、18番以上だ。もはやこのゲニュー様に、資格はない。油断しちまったようだぜ。一体全体どうなってんだ。悪い夢を見ているみたいだぜ。俺たちは天下のギニューって知りたいだぞ。なんていうことだ。俺がここまでやられるとは。少しはやるようだな。どうなってるんだ、チキショー。この体の戦闘力は18番以上のはず。そんなバカな！なんということだ！
ようこそ。
ようこそ。せいぜい足手まといにならんようにするんだ。せっかくの登場で悪いが、一気に行かしてもらうぞ。ほう、相当の自信だな。このギニュー様がそんな口を聞かれたのは初めてだぜ。ギニュー特戦隊スペシャルトリプルアタック。二人とも準備はできているだろうな。盛り上がってるじゃねえか。どうせならもっと面白くしよう。ほら、いいもんをやる。なんということだ。極上の体を確かめが湧いてくれ。うわーい、なんだこれは。あいつ、どこにこんな力を隠していた。少しはできるようだな。
邪魔するな。くたばっとこないわ。ご飯に手出しはさせんぞ。食べるだけで強くなる新生樹の実か。そんなものを俺様にまでよこすとはな。舐められたもんだ。だがすぐに後悔することになるぜ。うわぁ、食われるか。貴様の実力で俺に勝てるわけがなかろう。そいつはどうかな。バカ、油断しやがって。その程度じゃないだろ。ようこそ。
またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとカッコ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は、あの二人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはず。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあの本当に恐ろしい相手じゃ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。ふん、まあ頑張ってこい。この私に戦いを挑もうとする愚か者がいたとは、まさに身の程知らずも甚だしいというやつですね。すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。フリーザーはまだ続いておられるが、メイクは時間稼ぎをするつもりじゃ。今ゆっくりご飯のことへドラゴンボールを合言葉。これが最後の警告にしまして、いい加減にドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになります。お前がそれを知っている無駄だ。え、そろそろ出んでな。地球人たちのお前が知りたがっている合言葉を伝えにな。おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。よし、今からいい時間じゃろ。君はターレスとスラックを探し出して。ちょっと待って、そのターレスとスラッグ、ドラゴンボールのそばにいるみたいよ。なんじゃと、ご飯たちのドラゴンボールを奪いに来よったのか。今から助けに行っても間に合わんぞ。どうすればいいんじゃ。しょうがないわね。一回戻ってらっしゃい。はあ、お前何悠長なこと言っとるんじゃ。非常事態じゃぞ。だからこそよ、おじいちゃんは黙っててちょうだい。おかえりなさい。この時間のない時にわざわざ戻ってこさせるなんて、お前何考えと。はい、じゃあこれね。もう一回行ってらっしゃい。は？はあ？だから簡単な話よ。
もう一回、今度は少し前の時間に。そんなことできるのか。なんとなくせこい気が。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから、手段なんて選んでられないでしょ。ってわけだからよろしくね。気をつけていってらっしゃい。待ってたぜ、この瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、もうこっちのもんだ。新生児の身でパワーアップを繰り返せば、いずれフリーザもミラも。無論、カカロットも敵じゃない。全宇宙が。ドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前にもここで死んでもらおう。またお前か、しつこいやつだ。ふん、ここはどうだ。一時休戦というのは。まずはこいつを片付けるか。ふん、まあいいだろう。俺たちの邪魔をしたことを後悔。今までの二人とは、比べ物にならんほどの気を放っておる。俺が暗黒魔界の力を取り込んだ新生命。いくまでもパワーが湧き上がった。俺が無敵の力を手に入れたのだ。今の俺に勝てると思うか。お前たちのパワー、剣と規模との差があるんだ。仲間にしてやってもいいと思ってたんだよね。所詮裏切り者のカカロットのガキ、連れて行こうとした俺が。もう仲間だ。そのせいとか。何がおかしいんだ、スラッグ。こんなに強大な力を手に入れてしまったか。大宇宙の王の新たなる大地、実に喜ばしいことだ。こいつを片付けたら次はお前だ、ターレス。覚悟しておくんだな。はぐれ者同士仲良くしよう。お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもいいがな。丁重にお断り。所詮相入れはせんのだ。ブルディさん、大丈夫ですか。この戦いは危険すぎる。二人には離れてもらった方がいいじゃろう。ここは任せて。ドラゴンボールを持って離れろって。俺たちがここにいるとかえって邪魔になる。そいつに任せた方が良さそうだ。わかりました。すみません。
誰だか知らないけど、悪いな、オンに切るぜ。なんだ、込み上げたこのどす黒い力は。あの仕業か。新生児の身にまだ何か仕掛けてやがる。実験は成功したみたい。こやつらは。その女がとわよ。横にいる戦士が見た。今回の事件は黒幕よ。命を削り、限界をはるかに超えた力を引き出す私のさらなる魔術。二人にはその実験台になってもらう。甘いんだよ。そのパワーを相手に加勢します。お前たちの愛これだ。いや、くっそ、俺は彼たちを攻撃します。あなたはミラの相手を。どうか気をつけて。お待たせしました、今行きます。甘いんだよ。これは素晴らしいパワーだ。お待たせしました、加勢します。ミラーです。あの人に任せておけば大丈夫です。とにかくこっちを先に戦ってましょう。最後の力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね。あなたはゴハン君たちの方で。すでにフリーザとの戦い、さっき空が暗くなっていたから歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。ジーザーとなって
さっぱりしちまって迫力が外見だけで実力を判断するなといういい匂いだ。ずっと可愛かったぜ。せっかく苦労させてドラゴンボールで願いを叶えてもらったのに、すまなかったな。とてもじゃないがお前たちを助けられそうもない。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげる。真の力を見せたフリーザは、ただでさえ別格じゃというのに、トアの役目、こっそり力を貸しとるな。もう少しで悟空が来るはずだからの、頑張って持ちこたえるんだぞ。貴様らにいいものを見せてやる。まさかお前勝つ自信はあるのか。それとも勝負のあまり頭が固くなったのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。すまない。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど。そこまで進まなかった。赤をオラが何とかする。かかれた。あいつだ。フリーザサイヤ人の星惑星ベッド。ちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいくかわかんねえ。やるしかねえんだ。オラも少し分けてもらうぞ。その誇りをオラおお、これは元気玉じゃな。これならフリーザを倒す方ができる。はい、生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。ゴーゴー。ユーサンチャーク欲望欲望。怒ったぞ。フリーザー。うわっ。はぁ。うわっ。ただし、ただにさせたら、ご苦労のライフを呼ばれる。これを連れてさっさと地球へ帰れ。俺の理性がちょっとでも残っているうちにとっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。
僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。な何者だ。とっくにご存知なんだ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士スーパーサイヤ人孫悟空だ。悟空の勝ちじゃろ。もう帰ってきてもいいと思うぞ。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この鬼を呼んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は このクーラは弟のようにはいかんぞ。エリーザの兄貴だろ。どうなったもんじゃ。さっきまでこんな奴はおらんかったはず。カーレスのスラッグが死んだ。とは別の歴史からて。見せてやるぞ。 100% の力を。任せたな。こいつが鬼神のフルパワーだ。ああ、先に言うぞ。ええとこ片付けよう。あのガキの手を忘れたのに忘れたのに。
俺たちがそれを見逃すと思うか？時間稼ぎだと？そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここで深い口に。そこまでだ。黙らせてやるぞ。この欲しいものとも手伝ってやる。こいつたまり損ないね。いいだろう。こいつは突破道にしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせて。仕留め損ねたか。追ってください。ようやった。あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた。トワとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。お前もご苦労だった。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時。
いいもの入ってるよ。いらっしゃいませ。いいもの入ってるよ。